ピエール・チャールズ・レ・マニーや、ピエール・シャルル・ルモニエの物理学教授であった。16歳になる前に、最初の天文観測を行い、20歳の時には、月面図を作成した業績により、科学アカデミーに選ばれた。同じ年に、モーペルチュイ・アクレローラで構成された、ラップランドのトルネ国における、四五千個町観測隊の隊員に選ばれた。 観測から戻った後の1738年にアカデミーでジョン・フラムス・ティードの設計の決定法が優れていることを報告した。イギリスで行われている観測法、観測機器をフランスに熱心に広めるルモニエの活動はフランスの天文学の進歩に貢献し、ルモニエの大きな功績であると言える。ジェームズ・ブラッドリーと衝動を考慮した太陽運行表を作り、 1741年にはパリ天問題で守護官の使用を始めた。1748年にイギリスを訪れ王立協会の会長になるモートン伯爵やジェームズ・ショアと共にスコットランドで諸区の観測を行った。フランス国王類15世の信頼を得て最高の観測機器の導入を任された。木星の土星による雪道の観測を行い、 その結果は1748年にオイラーによって理論的に裏付けられた。また50年以上にわたる月の運動の観測を行った。地磁気や大気の大電にも関心を示し、大気の電位がた日の間に一定の周期で変動することを発見した。多くの星の位置の決定を行い、それらの星の中には後にハーシェルが惑星であることを発見する天皇星である。 ことに気づかず12回以上も別の星として調べた記録も含まれている。コレイジュドフランスで引力の法則の講義を初めて行い、またジェロームラランドを見出し、天文学の世界に導いた功績もある。ラップランドへの守護千個町測量遠征を記念して、トナカイ座をロドリゲス島への近世の太陽面通過観測遠征を記念して、つぐみ座を設定した。また、 ジャン・フォルトンが企てた、フラムスティード・セーズンのフランスの祝冊版の監修を担当した。そのため、同書には、ルモニエが設定したトナカイザが見えているほか、天球図も彼が作成したものに差し替えられている。バユーの近くのエリルで没した。三人の娘のうちの一人が、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュの妻である。ありがとうございます。